primo classificato ex equo Malga Gelato Taizo Shibano con il giusto sorbetto di ananas, sedano e mela. 一口で全てが分かるアンジェロさんっていう、まあ、僕今でもリスペクトしてるその審査委員長がいるんですけど、その人が大絶賛して君の配合比率とかプレゼンテーション全て完璧だった、願わくば君がチャンピオンになることを私は願っている、うん、で君がチャンピオンになるということはイタリア人が日本の伝統ある寿司コンテストで1位になることだから、イタリア人の嫉妬はすごいだろう、うん、けど願わくば君が優勝することを願っている、うん、おめでとうって言われたんですよ。今年僕が挑戦したそのジェラートワールドカップコッパデルモンドデラジェラテリアっていうものに、まあ日本代表として出場して、まあ総合で今回日本代表はまあ歴代最高の4位ではあったんですけど、あの部門で1位を取ってですね、その部門で1位を取ったのがガストロノミージェラート部門なんですね。ガストロノミージェラートっていうのは日本でまだまだ認知度が低い分野で、ただ本国イタリアではもうジェラートの世界では最先端とされている分野なんですね。非常に研究が進んでいて、例えばスモークサーモンのジェラートであったりとか、ゴルゴンゾーラのジェラートであったりとか、まあ赤パプリカのジェラートであったりとか、ミシュラン付きのレストラン、イタリアンレストランで、全てのコースの料理の中にジェラートが組み込まれていたりとか、そういうそのガストロミージェラートという分野はもう完全に確立されてるんですね。でそれで、取ったジェラートが、マスタードジェラート、調味料としてのジェラートですね。それが1位取ってるんですね。だからそのデザートとしてのジェラートの概念ではなく、前菜としてのジェラート、または、コースの中のメイン料理に入っていく時のお口直しとしての、意味であったりとか、そういう意味でのジェラートの作り込みってやっぱり全くその構成から何から変わってくるんですね、だからそういうのを研究しているのが今、まあ、僕も含めてあの最先端のジェラート職人は非常に研究してますよね、はい、もはやもう魚も肉もジェラートになりますから、お口に入るものは全てジェラートになりますよね、はい、だからその今求められたのはそのジェラートにする意味ですよね。スモークサーモンを食べるより、生で食べるよりこっちの方が美味しいでしょっていう風に持ってかなきゃいけないんで、だから僕が非常にここ 1,2 年ですかね、大切にしてる言葉に、目的のないジェラートには意味がないっていう言葉を大事にしてるんですね。やっぱりその一つ一つの素材に組み合わせる意味、意義を、目的を持たせないと、それは人々を感動するさせることはできないっていうのは最近の僕の考え方ですかね。僕の尊敬する人に認められたっていうことが自分の気持ちをさらに上げてくれたし、次に向かっていこうっていうすごくモチベーションになったんですね、でジェラートっていうのは単なる食べ物じゃなくて魂の食品だっていう言葉も、実はそのアンジェロ先生からもらった言葉なんですね。お腹が空いたら、ね、食事がしたいと思うけども、じゃあジェラートを食べたいと思う時ってどんな時かなって、うちのお店に来るお客さんの気持ちってどういう気持ちで来るのかな、やっぱり気持ちを上げたいんですね。お腹が空いたとか甘いものが食べたい、そういうののやっぱりもっともっと掘り下げていくと、やっぱり食べた瞬間にグッと気持ちを上げたいっていうことだと思うんですね。だから魂に響くものを僕らも提供しなきゃいけないし、単に美味しいとかじゃないんですね、人のこう心にさっと触れるような、金銭に触れるような体験って僕もしたいですし、僕も触れられたいし、だからその心と心が通い合う一つの強力なツールだと思ってるんですね、それは魂の食品だからこそ人の魂にファッと触れることができると思うし、触れてもらえることができると思うし、なんかそういうつながりがどん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 増えていってほしいなと思ってますね。なんかこう不特定多数の人に向かって作ってるっていうよりも、その目の前の人を喜ばせるために作ってるかなと僕は思ってます、ね、それは20年間ずっとブレてないかなと思います。わざわざ時間とお金をかけて、わざわざ来てくれる人の笑顔を見るために、その人のありがとうっていう言葉をもらうために、が出るような商品であったりとかサービスであったりとか、そういうものをジェラートの一口に 全神経情熱を注ぎ込む、これが自分の美学かなと思ってるんですね。だから味の焼酎の中にどれだけのその一口でどれだけのこう幸福感を、5分間の幸福感を与えられるか、これは僕の本当に
最大のテーマかもしれないですよね。うん。